色郁金香、橘色小花，这些不是装饰品，而是现在日本时下最红的水果三明治。今日はいちごみかん、キウイを使ってフルーツサンドを作っていきます。橘子、奇异果、香蕉、芒果，用模型切成花朵形状，接着一个一个排列在吐司上，再抹上奶油，用保鲜膜扎实包覆，最后用刀子从三明治正中央慢慢切开，横断面就出现一朵朵可爱的小花。这就是最近让日本樱花妹爱不释手的蒙断面水果三明治。一番大きいのはインスタ映えだと思うんですよね。あとはパンブーム、コロナでやっぱり自分でも作り出す人もいたりとか、外食するよりは家でちょっとしたプチ贅沢みたいな感じで味わえるので。可爱的水果三明治人气高到，连日本知名大胃王 YouTuber 木下佑香也抢着要自己动手做做看。完成です。見てください、めっちゃ可愛いですね。フルーツが綺麗。用猫咪形状的吐司做成超大水果三明治，做起来简单，看起来可爱，吃起来甜滋滋的口感也让人感到好幸福。甘いがみずみずしくてめっちゃ美味しいです。果汁たっぷり。现在日本甚至还有水果三明治的专卖店，看准商机抢攻甜点市场，民众大排长龙，不到一个小时，150个水果三明治全都卖光光。还有店家改用松饼来做成水果三明治，创意不断。民众有兴趣也不妨自己在家动手做做看。东森新闻邓雨清另外一报道。